さあほら笑い合おう。このチャンネルはモアイとマサヤのチャンネルなのだ。あおいしい人はモアイマサヤ、くにゅがお酒を飲みながら好き勝手する番組です。一緒に飲んでる感覚でご視聴くださいませ。あーおいしい。今夜のあーおいしいはモノマネ会になったスペシャル。マッコイが言ってたんですね。おいだがちゃん、おいだがちゃん、やろうだがちゃん、暇でしょ。もうどうせ暇なんでしょ、だがちゃん。暇だけどさ、何だよ。今もう YouTube っていうのがもうバーって来てるから、俺は。俺とあがちゃんやんないと。やったことないの、わかんないの。ガラケーでしょ、だって。カラオケだからこれを、はい、これ何これシュッシュッて、シュッシュッて今「はい」というわけでってひさしの声が聞こえたけど、間違えちゃった開いちゃったの、開いちゃった、おっしゃった、バカバカバって、ダブルダブル石橋のオールナイトで、あ、それかあの、前さんが先にやってて、俺がなんか高さんをやるモノマネ芸人で入ろうか、じゃあ、じゃあのタララララララと、どうもこんばんは、石橋貴明です。久々にピンで、オールナイトニッポンをやれっていうことなんですけど、何をやればいいのかが全く知らされてなくてですね、最近はもうね、やっぱ野球ってことに関してしかね、もう全然やってなくて、あともうライブが迫ってるからもうピリ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 してるから、お、何、あれ、何ここここモノえモノマネ屋さんが入ってきた。ここ座るの？そう。どうも、トンネルズの石橋貴明です。モノマネ屋さんが来ちゃった。え、誰？今日くじ入りじゃないのだって。くじ入れよ、あんたね。今くじじゃない。ギリギリ私は8時入ってんのよ、あんた。時間通り来たなんているから。時間通りじゃないのよ。もう全然モノマネ屋さんが来ないから。おだ、呼んで呼んでも呼んで、だんちゃん来ないから、マッコ行っちゃった。もう下のお店でシャンパンを飲んできていましたけども。おお、そういうことさ。もうダメダメ、もうダメ、もう何で、何、2人でやるのこれね。2人で、うん、2人でよ、今日は回せって。2人で回すと、わけわかんない感じになるけど。でもあのちょっとあの、タカさん、後輩芸人を今日連れてきてますから。誰誰、今ちょっと呼び込みます。お久しぶりです。お久しぶりです。コウジかと。お久しぶりですね。何、なんか最悪アライバル入りたいとか。結局来ないじゃん。いや元気なのね。おかげさまで円満なんですよ。ジンギスカンはね、どうしたの、ジンギスカン屋さんは。あれは、あの、ちゃんと、あの、もらったやつは、ちょっと、飾ってます。いや、飾、使いなさいよ。使うやつは、使うやつは家にあるんで。家にあのワンヒットサイズ大きなあるんですよ。あれは、タカさんから、タカさんからもらったやつだから、つって、香り飾っとけ、つって。
香りに片溶けって言ってます。極楽旅で使いなさいよね。いや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 、山本に使わせる価値はないでしょ。だってあさ、まあ山本は山本に使う。私が何か、私が何か、ヘイチョンとは絡みたくない。ちょっとそういうのないでしょ。だってちょっと待って、ちょっと反射の方は入っちゃいけないところ、はいはいはい、反射じゃないです、私は。あと、あ、そう、久々だよね、あのね、あの服役してらっしゃったもんだから、はい、服役はしてないな。服役はしてないの。それ言うの、それ言うの、タカさんと岡村でぐらいなんだよ。ダメ、もうダメ、前科者は来ちゃダメだ。前科がないもんだ。伝わってないのよ、だから。だからあれでしょ、肉巻きおにぎり屋さんでしょ。肉巻きおにぎり、やってたけども。もうやめた。やってたけど、お世話になりました。お世話になりました。あ、ね、永遠にやるよ。永遠にできるね。できるね、今のね。今止めようかなと思ったから急に自分で止めたけど。石橋と石橋のオールナイトオールナイト日本とかなんかやろうと思ったけど、うん、今噛んだからやめるわ。うん、いややってよ。いいよ。全然できるね。できたね。なんかできたね。もしかしたら近々あの、うん、こういうのが上がるかもしれない。上がると思います。いいと思います、うん。プレーオープンで今の切り抜きが上がるかもしれないですけどね。うん、非常にいいと思います。今のはやりやすかった。非常にやりやすい。今のね、非常にやりやすい例えですね、うん、今のね、うんうん。いいですね。うん、でそれをそれを聞いたあの、うん、あのちいちゃんあたりがまた、やっぱ二人すごいよね。やっぱり大好きなんだね、二人お互いのことをね。うるせえよバーバー、あ、バーバー、あんたうるさいわよバーバーっつって、あれだったら許してもらうって。マックさんだったら何でも許す。もう何よもうババアもやめてもう。でも綺麗なのをつけてほしいかな。あ、綺麗なババアはもう本当にもう、ね、どうしても何この何BL にしたいの。 BL ボーイズじゃないわね、ここね。マッコさんの、マッコさんのまたねが聞きたいな。またね。このくだり完璧なんだけど伝わらねえ。もう今のはもうね、本当にもう、あ大丈夫ですかっていう。マイクテストじゃないや、なんかエコーのマネつってそんなようなことやってた。もうなんかもうマッコさんがさ、いつもあのエコーかけるじゃない。あれがずるくてもうセリフでできない。これ本当にやってた。もう会えないでっていうね。そうそう。全然そんなつもりない。全然全然会えてない。エコーの真似だから。エコーの真似だから。絶対わざとじゃないと思って。珍しく男2人が焦るんだから。大丈夫大丈夫。急に果てたと思ったけど。ひどいね。いや、なんか改めてひでえ番組だな。大丈夫かな。大丈夫かな。大丈夫かしらね。大丈夫かな。前回でも頑張って30分にまとめたんだよ、俺。ああ、そうだよね。そしたらそんな伸びででやるの、むかつかないかなって。なんでだよ。よし、全部使ってるか、今回。逆にね。もう別に大丈夫だよ。よし、だってさ、あれさ、ねえ、だってさ、
何あの、うん、なんか通報とかしなきゃさ、うん、耳に入ることないでしょ。だってウエンさん、だからあれだよ、あの動画とかそのなんかその元ネタの音声とか一切使わずに、うん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 、そのまま流すっていう、うん、そうなの、多分それならいけるはず。そうしよう、ちょっとなんかもうなんか色気出してなんか笑いを足したくなるけど、そのまま流そう、うん、ね、うん、もうあれだ、もうああ美味しいっていう、もうブリッジもつけない、もうそれは大丈夫でしょ。これ大丈夫、これ大丈夫、それ大丈夫、タイトルだから、うん、そう、それは大丈夫、あの放送禁止じゃないから大丈夫、うん、それこわず、そう、そこ大丈夫。ああ美味しいって何が美味しいなんですか。いや、胃が痛くなるわそんな神経質なやつは聞くな酒の話だよってな、もうな、やかましいってな。でもそうやって思う人もいるじゃないですかそうで怖いんだよ。岩井社長とかがぶち切れる、そんなあたり聞かなくてんだよクソがあなたみたいなスタンスで聞いてたら作る側がどん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 減っちゃうんだよ、うん、ね、ほんと別の同じようなことで切れるんだけどねそうなんだあれみたいな、でも基本的に怒るポイントがね、中で俺みたいな、なんかねデリットとか死ぬけばやるもんなっつみたいな感じお前が口を挟んだバカ野郎っつってあと生放送中にオファーをしてくるな本当だよね、急にね、あの定型文貼り付けてびっくりしたわ。他でもやっとるやろ、知っとるやろお前、バカ野郎なろっつってついついここでも言ってしまいました本当にびっくりしたわ多分あの水曜日言ったら怒られるかなと思ってここで言っちゃいましたねえ、本当にね、あーおいしい。さあ、というわけで今回なるべくカットしない方向で、うん、今回別にそんな人の悪口とか言ってないよ。ないね、ないない、今回あんまカットしないです。ちょっと俺はね、うん、気を使いすぎてた俺は、うん、そうだ、ちょっと大丈夫、そのまま流す、うん、ほぼ別になんか下ネタとかも別に全然言ってないしね、うん、下ネタ、うん、下ネタ、下ネタまた言ういや、だから言ってないでしょ、下ネタ、下ネタ、昔のシーモやってないから大丈夫昔のシーモのね、芸名だからね、芸名だからねあ、そうなんだ、ルパン、ルパンザファイヤーだっけもう一個なんだっけって忘れちゃって感じ、一番有名な方がまた会いましょうのこと、あー、また会いましょうだ、ね、下ネタにまた会いましょう、うん、またやろう、またやろう二人して雑なタキソンやって何どっちも本気じゃなかったよいや、おいらはあの下ネタじゃないんだよ、正直に言ってんだよバカ野郎、うんうん、これよこれ松村さんそうだね、モノマネしてる人だった、モノマネしてる人のモノマネだから基本はでも、ね、そうそう、俺はね、いや俺も俺も俺だってもうモノマネの入りはマイさんのレパートリーをパクるとこから入る。いやでもね、またなんか褒めすぎて俺も特徴つかむのうまいからできちゃう。マイさんのねモノマネをパクるとこから入ってるからあの言ったら師匠なんですよ。やめてください。いやでもね、俺より知識がねやっぱね、あの記憶力があるからね、なんか俺よりできちゃって。すごいね、言ったセリフとか覚えてるもんね。俺覚えてないんだもん。マイさんだって、マイさんからパクったやつはタカさんと、うん、鶴瓶と鶴瓶さんや、いや鶴瓶さんや、鶴瓶さんやもうええやらんもんもう何年も何年も鶴瓶鶴瓶言われてきて、もうええ
ややこしい。ややこしい。俺が2人おったらお前ノイズか思われるとかお前。お前やで。スピーカー何個ついてんの。もうええねん。急にやるもんじゃねえな。そうだね。チューニングがうまくいかなかった。チューニング。あれおかしいな。久々にやったな、お前。ダブルツルベはでもあんまやんない。いいよね。いや別に、ええー、別に、ええー、いや。で、ツルベやったら俺はやっぱ中井さんになっちゃう。あ、そうか、そうだね。あツッコミがいないから。うん、やっぱり、なんか。中井さんになってツッコまないと終わんないからさ。長い、終わる、大体にする。あ、う、あ、ん、もう、ええ、もう。よっしゃっつって終わる。なんかそんな感じで。で、もあいさんのそのレパートリーをパクってって、うん、今度もあいさんがやってるやつに対抗できるやつを探してって、うん、だから鶴瓶と中井さん、うん、あの高さん中井さん、まあ、歌番とね歌番やつだから、うん、歌番と協定です。そのコンビだったらいつでもできるからね、うんで、タカさんだからノリさんやろうと思ってちょっと挫折するみたいなね。あれはもう後取りさんはだからいいの。え？ちょちょっとちょっとあの何言ってかわかんない。今勢いで触れてはいけないところ。触れてはいけないやつで地雷踏みの語りのみたいな。うわやっちゃいました。やっちゃいました。相方なりかけたやつみたいなね。俺が実は泣かされた。オフラインで喋ります。そういう方がね、これあんまりちょっと。そんなこれは収録では触れづらいかな。モノマネでもあんま言えない。ダメ、これはダメ。ね、ダメなやつですね。ダメです、ダメです。いや、でもね、やっぱりさ、さっきモノマネで開けるとか、あ、モノマネで開けるのがさ、減ってるからさ、二人でね、やっぱそれもまたね、ちょっと開けたいね。やっぱそうね。ね、こうね、そこにあの綾瀬じゃない、間違えちゃった井川遥さんが入っていただいて、うん、綾瀬遥と井川遥じゃえらい違う、うん、みんな方は先生、あ、違う関係ない関係ない関係なかった。あーおいしい、急にあーおいしいモノマネ会とかって面白いかもしれない。面白いかもしれない。でもだって私できないもん。井川遥かで何があるかでーす。ウイスキーが好きでしょっつって。それしか言わないみたいな。いいよ、最初に名乗っときゃさ。いいよ、名乗っときゃ何でもいいんだよ。そうだね。橋本環奈ですって言っときゃいいんだよ。ドキドキ変な声出してくれ、なんかあいつ。いや、はるかです。はるかです。橋本環奈です。言っときゃいいんだよ。佐藤健です。あ、これダメ。逮捕です。すいません。逮捕です。すいません。ちょっとああいう顔になってみたかったと思って。モデルんだろうなと思って。一日でいいからああいう人生をちょっと。一日でいいから誰かになれるとしたら誰になりたいですか。芸能人で。芸能人。えっとね。え、タカさん、あ、違う、それは憧れなだけです。一日その人になるんです。その人の一日、その人の仕事もしなきゃいけない仕事。スキルがないな。いや、スキルもついてくる。スキルとかじゃないから。スキルもついてくる。ついてくる、うん、その人になるんだから、うん、ついてくる。タカさん、タカさんになっちゃう。タカさんになっちゃう。タカさんかコロッケさん、うん、あ、なってみたいの。
なってみたいの、なってみたい、それか超イケメンのあの、うん、誰かイケメンだったらいいんだ誰でもそんな人生歩んだことないからうん、それかそれかあのめちゃくちゃ可愛い人うん、24時間で魔法解けるんだよでも、うん、いや一回見てみたい、見てみたいじゃないですか、見てみたい、でも橋本環奈とか一回になってみたいね、ああそう、あのだってさ、うん、だってもうずっと可愛いじゃん、うん、で変顔とかすぐするしな、そうね、うん、そう映画とかでさ、うん、ああね、銀魂とか私見に行ってもね、そう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 、うん、確かにね、うん、おいキムタク、キムタク、キムタク、まがいもんやぞ、まがいもん、キムタク、もうキムタクです、キムタクです。キムタクに一回なって、あのだってあの人ずっとキムタクだからさ、そうだよね、で家帰ったらだって工藤静香がいて、あの可愛い娘2人もいるわけでしょ、一回あの人生歩んでみたいよね、でも別に興奮することもなく、ただいまっつって帰ってくるなんかいたずらにマック行ってみたいな、あ、嘘、モスにあモスミッケーっつって、モスミッケーっつってあの指三本でモスバーガー食うキムタク食い、キムタク食い、何キムタク食いってあのキムタク持ちってあるんですよ、ハンバーガーを三本の指で持つっていう、どの三本、親指、人差し指、中指で、うん、中指、あの CM でなんかちょいマックかな、うん、あーちょっと小指立てる的な感じの、小指は立てない、小指立てない、小指立てないの、うん、この3本なのに、もうだからもう野球ボール握ってるみたいな、そう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 、おフォークボールみたいなのかなんか分かんないけど、なんか一応見せ方に気を使った結果そういう持ち方になったって感じなんですかね、彼なりの、だからあの人の思考も分かるんだったら一日だけなってみたいよね、ああ確かにうん、それか今のタッキーになってみたい、ああどういう感情で、感情って、ああ滝沢秀明は今何考えてるのと思うんですよ、ジャニーズのことどう思ってんだ、そう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 、確かにね、うん、そっちになっちゃうね、なんかあの別にあのすげえ美人になって一枚ずつ脱いで生きてみたいな感じで普通に考えるけど、でも思考もその人だから、そう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 、あで、うわ僕があの女優さんになってるじゃないから、あのちょい記憶残ってみたい、あのなんかあでも終わった後に記憶残ってるんだったらいいな、うん、そうそうそう、終わった後に、ああだからあのなんていうの、もう究極で言ったらもう全部の記憶が残った夢よ、あはいはい、もう触った感触から何から見たもの、感じたもの全て、ガーシーガーシー、いや嫌いだけど何考えてんだろうと思って、ああいや分かんないから全然理解できないから、確かに、ね、なんかそういうのか思考までその人になれるんだったら、そうです、確かにね、大嫌いなやつの思考を言ってうん分かんないと思うけど、なんかやってみたい、やってみたい、うん、うん、分かんないからこそね、ガシッとやってみたい、おいおい、それはちょっとガシッとやってみたい、暴露されちゃうあのみんなモアって知ってる？知るか！あ、利益ねえよ。大丈夫。俺なあいつになって。ってプルプル。ダンジャーっつって。あ、全然利益ねえですがなんかそういうこと。うん、いやまあそれはまあ冗談だけど、いや嫌いなやつの思考、まあ光とかも嫌いだから、あの嫌いなやつの思考をああの分かってみたいね、一回ね、あそれ結果多分嫌いだと思うけど、うん多分嫌いですけど、うん、まあ、気持ちは分かるのかなって思うよね、なんか、うん、今は全く分かる、あのだってちゃんとブロックしてるし、
ブロックしたらあれって表示されなくなるんですかね、うん、あ、そうなんだ。おすすめとかされなくなるみたいな。そう、ただ今見てる。あー、おいしい、ね、今回もどんだけ流せるんだろうね。いや、でも今回は、まあ、ちょっと今の発言はちょっと俺はカットしようと思うけど、俺は、うんうん、ちなみに僕は今の松本さんだって言いたいです。はいはい、全然発信しないもんね、うんうんうん、何考えてるのかな、うん、もうええかって言っちゃうか、そんなことやめときやっつって、なんかそういえばなんかあれなんだってね、うん、浜ちゃんがまたなんか、うん、小室さんと一緒に歌ったんだ、あなんか、うんうん、フェスかなんか、ゴブゴブ、ゴブゴブフェスか、そう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 、ああそうなんだ、あの H ジャングルウィズ T のやつ、うん、全部歌った、全部って俺3曲以上あるの。いや3曲でこれはね、ゴインホームとウォーテナイツともう一つあれ会えるときが、ああ売れなかった、あれあまり龍馬にお任せっていう全然外れた、もうやめましょう。、うん、あれも歌ったみたい、うん、浜田雅俊名義のやつは、あれ奥田民だった、ごめんなさい、あれは奥田民だった、間違えました間違えました、小室関係なかった。そうかそうか、あーそっか、そういうのもあるんだね。そう、春はまだかと、春はまだかと、そう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 、奥民さん古い友達に聞いてみろ、そう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 、熱は何かとびっくりさんに決まってる、うーちゅーなーって、ね、うん、知らねえなこれは全然あれだよね、これ復活したらまっちゃんに突っ込まれる、うん、いやー浜田さん全然あれですよね、やっぱり相方のこと全然心配してないですよね。お前の笑いの魂はどこに行ったんやと。確かに。どんだけの人を笑わしてきたんかと。ほいでくら寿司でなんか勝手にメニューとか出して、くら寿司の最初2人でやってたっちゅうね。あ、そうなんだ。確かに。そうなんだ。なんか仲良さげのやつね、なんかね。ほんでなんか一回ダウンタウンおりますみたいになったら、ほんのこいつ一人でなんか。出だして、お前何やねん、チャーハンです、お前何やねん、料理人になったんかよ、お前 笑いの料理はできへんくせにな。浜田さん、僕も腕落ちましたわ。いや、俺がダウンタウンを守っていこう、守ってないね。それは守ってないね。お前あの精一杯やってんです。ダウンタウンを守れと言ったら、ダウンタウンをせい、ダウンタウンの浜田をせい。ほな JP 呼んだらよかったの。何をお前。あの歌を歌ったり、何がしたいねん。いや、そう言うてもお前入ってたやん。何がしたいの、サイク浜田言うて入ってたやん。で、あっこはカットやろ、カット当たり前だったやん。何もしてないのにカットされねんで、犯罪者が入ってるか、お前。
いやこれは言わんわ。俺言ってみたけど自分で言うたけどすいません未完成です。見切り発車でした。これはね俺は、うん、浜田さん無理。ちょっと勉強し直してきます。だからあの通話で昔よくモアイさんには俺は一人ダウンタウンを聞かせてた、ね、そうねそうね、そう俺もなんかできないかなと思ってやってみるんだけど、うんうん、途中で聞いちゃうっていう。そうやってって、うん、すごいすごいってなっちゃう。ねえ一人ダウンタウンってどんなんだっけ。そら言ったから言ったから。軽くじゃない軽く軽く軽く。もしも復帰した場所があのガキの使いのフリートークだったらみたいな、うん、最初に浜田さんだけ出てくるんですよ、はい、はい、皆さんこんばんは。いやということでね、もう今日はね、もうすごい人来てますから、もう早速呼びましょう。はい、悪い人。悪い人帰ってきたね。あの、僕、あの、買って帰ってきてるんで、っていうかね違うんですよ。なんかねもう分かるんですよ、空気感が。もうなんかスタッフの空気感というか、なんか気使ってんなこいつら、なんかなぜに気使うねんと。俺は買ってここに帰ってきてんの、それを何がなんか腫れ物に触るじゃないですけどね。お前もなんかもうちょっと一歩間が空いてるやんか。いやいやいや、こんなもんやったのに、前から。いやいや、なんか、1センチぐらいちょっと昔と。まあまあ、これでええか、これで。怖ー。久しぶりやのに怖ー。何してたいや、休んでる間、お前何してた。あ、じゃあ、いいですか。何俺が休んでられたら逆に何してた。いやお前テレビ見てへんのか。いや見てますよ。やってましたね、なんかダウンタウンデラックスも一人でなんかわーやって、なんか CM もなんかわーってや CM もいいんですよ、全然いいんですけど、くら寿司ってあれ二人だったのに、一人の手柄みたいにしてね。いや、違うよ。オファーが来たから受けただけですよ、あれは。いや、なんかメニューとか作る。お前、料理人になったんかい。いや、なんか俺のチャーハンがな、番組でちょっと話題になって出しませんかって言われたから、じゃあやりましょうか、みたいになっただけやんか、そんな。一回だけやで、お前、そんな。あ、じゃあもうなんかお前自分のなんか変な番組あるやろ、お前一人やってる変な番組ってないやん。それでなんかお前歌はまた歌っとったな、お前どんだけ儲けたいねん。いや、どんだけモテたいねん。お前がもともとその何やろ、もともと性犯罪的なのはお前が検挙されなあかんのに、なぜ俺がなんかそういうことになるかね。いや、それなんかあったからやろ。ないっちゅう、ね、何もなかったからここに立っててるわけじゃないですかね。皆さん分かりますよね、これ。え、皆さん分かりますよね、僕のこの言ってる。なんで分からへんねん、お前。帰れよ、お前らみたいなもんや。死ねえ、明日死ねえ。ねえ、あれ、おい、
あれ犯罪者がいる、うん、何でよ、ダメ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 、ネットが荒れちゃうから。何してるんですか、何してるんですか、こーわこーわ、こんなことある。あ、ごめんなさい、ちょっと反社の人と絡むなって言われた、ね、自分で来てって。すいません、ちょっとそんなことある。あ、もうまさかいると思わなかったんですよ。いや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 、なんか金玉が浮いてるのかなと。どうどんなになった。お前の金玉やん。金色のあの梅干しが浮いてるのかな。いやいやいや、多分、もういや、あの、いやいやいや、もうなんかあの久々に見たけど、やっぱでかいな。抹茶はどこがでかかったの？だからね。胸筋かな。ねえ、やっぱりあれだね、腕は衰えてはいないと。いや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 、うん、もう全然、ね、やっぱ面白いね、ね、こうね、うん、いやいやいや、ね、やっぱり一回の無償帰りの人は違うね、やっぱね。言ってないっちゅう。言ってないっちゅう。やってないんですよ。本当、買ったんで、僕買ったんで。極楽の山本君と一緒に行ったんじゃないの？いやいや、うん、いや、一緒にされたら、あれと一緒にされたらね。あれと一緒にでしょ。向こう反射だよ、ね。あれと一緒にされたらね。吉本は反射だって聞きましたけど。やめます。じゃあアライバルに皆さん来ちゃいましょうっていうことで、カッサラに来とるやんか。というわけで、何これね。いやいやいや、なんで私、なんで俺、何もう、俺も干されちゃうの。干されてるからいいやん、ね、はい、何やねんお前ら、さっきから。いや、もういいです、いいです、もうマコイちゃんが待ってるから。ちょっともう帰るもう。山ちゃんちょっと来て、山ちゃんちょっと来て。うわいや、ちょっと、なんでタカさんいるんですか、ちょっと。ちょっと。なんでタカさんがいるんですか、ちょっと。あの、落書きの使いでしょ、これ。落語家のもどきはいらないから。もどきじゃないんですよ。真面目にやってるんですよ。何あの、真面目にやってるんで、あの、本当に。それは本当に。なんで、大声出すだけの人じゃないのね。ちょっとね、いやいや、ほんと真面目にやってるんですよ、ほんとに。ラグオは、こらーって、まあ、こらーって。言わせたいだけじゃないですか、そんなのっていう落語やって、ね、違います、そんな言わせたいだけじゃないですか、そんなの。何ちょっと、田中なんとかしてくれ、田中。ちょっと反社の人出てきたからダメだよと思って。反社ないですか。前科者がいます。前科ついてないですよ。前科ついてないですよ。そやな、俺前科ついてないよな。もっと言うたって、田中そういうところもっと言うたって。あ、バレてないだけ。やってないですよ、そもそも。そもそも嘘やったんですよ、あれは。いや、松本さんは何もやってません。何もやってません、本当に。何？エドなんとかしてくれ。エドなんとかしてくれ。何？抹茶の無罪を知ってるかい？文春に勝ってもらって、ほほいほほほいほほほいほほほい。お久しぶりです。ダイナマイト四国は何やってるのね。今日は、うぞ、激に、1、2、3、
漆黒漆黒はい撤収漆黒ちょっともうないわそれないわお前んとこここしかないだろあーおいしなすごいね。長いこと言っちゃったよ。すごいね。まだ出てくると思って。長い。すごいね。俺も入りたくなっちゃって、入っちゃって。すごいね。すごい。いろんな人出てきた。久々のあの下ネタ薄めのなんか。薄めのなんか。本当だね。モノマネみたいな。ねえ。こんなやってる久々だね。そうだね。ね、すごいね。うん、なんかちょっと楽しかった。珍しい。みたいな。ね、うん、山本も出てきたみたいな。グーネちゃんは何飲んでんの？グーネちゃんアリ飲んでんの？え？なんか今日はちょっと黄色っぽいやつなんだ。黄色っぽいやつ、うん、貸してごらん、ちょっと貸してごらん。どこから飲んだの、うん、これはどっか、うん、あ、噛んだからここかな。うん。キャーってな。おいしい。やめてくださいって。これ食べていい、うん、これ食べていい、うん、もうすごいクオリティがすごい美味しい、うん、これはあの最後にあのオチの音楽つけてますねすごいねすごいね、再現度がね。志村さんは見てたからな、やっぱ。うん、すごい。うん、やっぱ見てたからの、やっぱできてて、ベチッあの、お前とかはあの田舎から出てきたので、あの右も左もわからないですよ。ベチッだから、あそこ右に曲がって。あそこ右に、ベチッダッシュ右のところにあるからね、うん、右のところにあるから、うん、ダッシュ行ってみて、ダッシュ、はい、右のところ、あれを右に行って、あれ右に行って、ちょっと待って、ダッシュ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 、右に曲がってって言ってるね、あそこ右、あそこ右、ダッシュ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 、右と左がわかんない、右も左もあの田舎から出てきたので、うん、右も左も分かんないですよ、うん、よし、はい、じゃあ一緒行きましょう、よし、よし、あの、あの、お茶はあのお箸持つ方が右で、あのおっぱい触る方が左です、決まってんの、あったけど初期のやつ、まあ美味しい、もうね、そうそう、もう時間だから終わるね、終わろう、誰が終わるか。言わせといて。本当にね。って感じで。な感じでね。ちょっともう一回ちょっと終わりをください。あ、じゃあお願いします。ああ、ね、そろそろ終わりにしないとね。あれもう終わるよ。あれよ。なんでモノマネが出るの？なんでモノマネ？もうあれよ。あれよ。ちゃんと本人の前でやったことなかった。似てんのよ。いないところでね。ちゃんと敬意を込めてやってるのは伝えたかった。もう一個、あの俺マサイ君にやってもらいたいちょっと文明ちゃんのことがあるんだけど。何？あの言ってはいけない人の名前を俺が出してた。やってたね。やってたね。うん。でしたあのまあエッチはさ、あの、うん、ちょっといやもう本当にもうその名前はね本当にもう本当もう口に出しても嫌だ。本当に本当にね本当にねこさ、いや本当にあれはね。ひどかったんだから。そう、ほんとね。ほんと、もう関わりたくないからね。関わりたくないよ。そう。よくそこ覚えてんの。
ね、本当にダメ、本当にダメだから。本当ダメ。口に出すのはもちろんやだし、うん、耳にするのも本当にダメ。そう、もう本当に、もう口にするのも嫌だから。本当嫌だから、もうやめたよ、本当に。うん。すいません。超面白い。超面白い。本当に似てるよね。面白くないから。面白くないから。そう、本当にダメだから。本当にダメ。ダメだ、うん、だからあえて名前出さなかったろ、今。こういう言い方ならありかなと。そうだね。あれね。あれね。あれね。ね。すいません。ちょっと、どうしても聞きたかったんです。すいません。超似てるよね、ほんとに。超似てる。ほんと似てるよね。すごい似てないから、そう。ほぼセリフ合ってるっていうこと。一回しかなかったのに。そう、言ってる、言ってるっていう。なんで言ってるでしょ、言ってるでしょ。すごいね。今回、まさやくんが、ああ、おいしいって感じです。うまくねえよ。うまくねえよ。よかった、突っ込んでくれて。あ、全然うまくなかった。よかった。俺も行った後すぐ気づいたんだ、今。みんな美味しかったよ。みんな美味しかった。全員美味しい。月に1回の飲み会でしたとさ。はい。結局1時間半取った。ね、はい、終わろう。終わるよ。終わるよ。ね、はい、終わるよ。終わるよ。ね、はい。ちょっとお願いします。一緒に飲んでる感覚でご視聴まあおいしい。